ダイオメドは、イギリスの競争馬。第1回エプソムダービーの勝ち馬である。種ボ馬としては当初失敗したと思われていたが、アメリカに渡り成功した。馬主のチャールズ・バンベリー順団尺は、初代ジョッキークラブ会長にして、第12代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーと、ダービーの名前を譲り合い、コイントスしたことでも知られ、記念すべき、第1回エプソムダービーを優勝した。 当初のエプソムダービーは、決してレベルの高い競争ではなかったが、ダイオーメド自身はデビューから7連勝で、エプソムダービーを制したほどの強豪で、その後連勝記録を10に伸ばしている。その間に勝った主なレースは、500ギニーのステークス、ペラムプレート、カタルパとのマッチレース、ホーテス級ステークス、クラレットステークスその他100から200ギニーの、当時としては高賞金のステークスが含まれている。 クラレットステークスの次に出走したノッチンガムステークスで初めて敗北するとその後はキングズプレートに勝ったのみで5歳児のロイヤルプレート後に破行を発症し引退した引退後のダイオメドは全く人気がなく初年度にクラレットステークスジョッキークラブプレートに勝ったグレーダイオメドを出したもののそれ以降は下降線をたどり1796年には 50ギニーでアメリカに売られた。アメリカでは高齢ながらサー・アーチーを出し、30歳の時には名品ハイニーズ・マリアを出した。サー・アーチーは種ボバとして成功し、孫のレッキシントンはアメリカリーディング・サイヤーを16回獲得している。これらを通じて初期のアメリカサラブレッドよびクォーターホースに大きな影響を残した。なお、 父方直系子孫は20世紀末にほとんど滅び、クォーターホースに入って成功した子孫も20世紀後半に勢力の大半を失った。今日では母系に入って影響を残すのみである。ありがとうございます。